これがストライク。これはねえわ。嘘でしょ。こんなんで勝って嬉しいのかよ。今季一番ヤバい誤審やな。京セラの審判ひどいよな。2球目と3球目の帳尻だろ。ほんとそれ。それまでの東浜の低めはストライクで、宮城の低めは全部ボール。セルフジャッジで心証悪くしたな。満塁じゃなかったらボールやったな。間一髪ですわ。普段の SB に比べやこんなもん全然や。それに至るまでの近藤パイアの方がひどい定期。ファールをホームランにされとるんやからこれくらい我慢せえや。でも試合が面白くなったやろ。この試合のゾーンがわからんからなんとも言えん。今日はちょっと広いって感じるアンパヤと、この辺はストライクやから。セルフジャッジは良くないからしゃあない。帳尻とかいうゴミ。こういうのバットでライン変えて抗議してほしい。それするとすぐ退場なるやん。チームが弱い時は判定も不利になる。見てないけど大体こういう時は帳尻合わせ。キャーラー騒ぐことじゃないな。NPB の審判ならこのくらい取るやつ多いぞ。甘い球仕留めないのが悪いわ。そもそもベースの上通ったらストライクじゃなくて審判がストライクって言ったらストライクなんだわ。この後ホームラン打てばよかったよね。シチュエーション的にガッツポーズしちゃうやつやわ。ラッキーストライクで上つかんかった宮城と、切り替えれんかった近藤の差やね。ヒゲは抗議でもして、切り替える時間作ったればよかったのに。こういう時ネビンなら選手の代わりにキレ散らかしてくれる。パイアというか3のレイヤーさんの位置のゾーンって結構広くなるし、芯あるあるよね。俗に温情とかいうのもいるけど。かなんで藤本抗議せんかったん。顔真っ赤にして飛び出て退場になるまでやるべきやろ。これで三振なんじゃなくてこれがファーストストライクなのかよ。アホくさ。まあボールやと思うけど試合も終わったことやし、もう諦めて8連敗って現実を受け入れろ。球審のコール無視して歩いていった近藤が処分されてもおかしくない。そこまでひどいと思えない。こんなんからくりドームだと日常茶飯事だぞ。日常茶飯事すぎて瀬尾田は誰も突っ込まんわ。最後までご視聴ありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録よろしくお願いします。